皆さんこんにちは。ウルバナラボ薬剤師の砂川彩音です。今回は花粉症のお薬で悪夢を見るというちょっとショッキングなタイトルですが、花粉症のお薬を飲むと起こってくる副作用についてご紹介をしていこうと思います。この時期、花粉症対策でお薬を飲まれる方って結構いらっしゃるかなと思います。ドラッグストアさんなどに行くと、いろんな種類のお薬が売られているので、目にする機会も多いんじゃないでしょうか。花粉症のお薬、いわゆる抗アレルギー薬と呼ばれるお薬には、飲まれたことがある方は経験したことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば眠気が出たりとか、口が乾いたりとか、それからなんとなくだるくなったり、こうした症状がいわゆる副作用と呼ばれるものになります。で、皆さんがこう市販薬を手にした時に中に入っている紙、説明の紙のようなものがあります。で、市販薬、一般薬と呼ばれますが、これらの中に入っているお薬を飲む時に必要となる情報が書かれている紙のことを添付文書と言います。で、ちなみにですね、お医者さんから処方されて飲むお薬、医療用医薬品と言いますが、これらにも添付文書と呼ばれる紙がありますが、そちらの添付文書に関しては、一般薬とはちょっと違う内容になっていて、薬剤師とか医療従事者が確認するための文書なので、採用基準とか薬物動態とか、もう少し複雑な内容が記載されています。基本的にこの一般薬、市販で売られているようなお薬には効能効果とか用法用量、それから使用上の注意などが記載されているんですけど、ぜひ皆さんお手元にですね、その添付文書があったら確認してみてください。こういった症状が出たら薬剤師に相談してくださいねと書かれた欄があると思います。これが副作用と呼ばれる症状の一覧になってます。これ結構たくさん書いてあるんですよね。副作用の中でも特に重篤なもの、危険なものに関しては直ちに使用を中止してくださいという記載がありますが、例えばですね、アナフィラキシーショックというもの、これはもうお薬が完全に自分の体に合わないですよという反応の一つなので、飲んですぐにジンマシンが出る、呼吸困難に陥る、意識がなくなってくるなどの症状が起こった場合は、すぐに服用を中止して医療機関に受診する必要があるものになります。ただですね、比較的軽い副作用に関しては、その副作用と期待する効果をこう天秤にかけて様子を見ながら服用していくということが一般的です。基本的にお薬っていうのはそういった副作用があると考えてうまくお付き合いしていくっていうものが必要になってくるかなと思います。さて、そんな副作用なんですが、花粉症のお薬、いわゆる抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬には実は副作用の一つに悪夢っていうものが書かれていることがあります。眠くなるとか口が乾くとか、こういった一般的に知られている症状以外にこういった表記が書かれているとちょっとびっくりする内容かなと思います。そしてですね、同じ抗ヒスタミン薬、同じような作用を持つお薬に関しても、若干この副作用の頻度とか内容が変わったりっていうことがあります。別の動画で、花粉症が起こるメカニズム、それからアレルギーが発症するメカニズムっていうのを、ミヤコビデンスピローさんの作用とともにご紹介しているので、そちらの動画も合わせてご確認いただければなと思うんですが、アレルギーが起こる一連の流れの中で、ヒスタミンっていう、アレルギーを発症させる物質がたくさんこう体の中に出てきて、それでアレルギーを起こしていくっていう流れになっています。なので、一般的にこの症状を抑えるために、抗ヒスタミン薬というものを使います。H1 ブロッカー、ヒスタミン H1 ブロッカーとも呼ばれますが、それによってくしゃみとか鼻水とか、それからかゆみとか、そういったアレルギー症状を抑えてくれるというものになります。なんですが、お薬が脳内のヒスタミン H1 受容体というところを抑えてしまうことがあります。実は脳のヒスタミンは脳の働き、
覚醒とか眠気とか集中力とかこういったところを司ってくれているっていうことが分かっているので、こうした働きまでこう一時的に抑えてしまうことで眠気が出たりだるさが起きたり、それから集中力が途切れてしまったりっていうような副作用が起こってくるっていうことが分かっています。それがですね、いわゆる一般的に知られている抗ヒスタミン薬の副作用と呼ばれるもののメカニズムになっているわけです。なので日頃こう運転をされる方だったりとか、危険な機械を扱う方とか、それから受験生の方には服用に注意が必要だったりっていうこともあります。ただですね、最近は比較的この副作用っていうものが少ないお薬っていうものがたくさん出ているので、うまくこうご自身に合ったものをチョイスするっていうのも一つかなと思います。じゃあこの悪夢については何で起こるのかというと、実はそのメカニズムってしっかりと解明されていないんですね。ただこの悪夢の副作用が起こるお薬って結構たくさんあって、例えばうつ病のお薬であったりとか、パーキンソンのお薬であったりとか、それから認知症のお薬とか、あとはベータブロッカーと呼ばれる、血圧を下げてくれるようなお薬に関しても、こうした悪夢という副作用が書かれていることがあります。これらのお薬に共通するのは、中枢神経系に作用して睡眠の調整に関わってくる物質、例えばドパミンとかヒスタミンとかアセチルコリンとか、こういった物質の働きに関与するという共通点があります。なのでやはりこうした中枢神経系に作用するようなお薬に関しては、悪夢という副作用も出やすいのではないかと考えられているそうです。本当にですね、お薬って結構奥が深くていろんな側面を持っているので、様々な情報をこう収集して知った上でご自身に合ったものをこうチョイスしていくっていうのも一つかなと思います。意外とですね、こうしたお薬のこととか副作用のことって知る機会なかなかないと思うので、今回は花粉症のお薬にターゲットを絞ってご紹介をさせていただきました。他にもこういう情報も聞きたいとか、そういった要望があればコメント欄にぜひお願いいたします。ウルバナラボでは美容や健康に関する情報をお届けしています。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。